お世話になっております、マサルです。この動画シリーズは私から皆さんに質問をしながら進んでいきます。皆さんは私と話すつもりで質問に答えながら動画をご覧ください。動画を見るだけではなく質問に答えてもらいながらアウトプットすると学習効果はぐっと高まります。それでは今回も勉強を楽しんでいきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。今回は令和7年度春の応用情報技術者試験の午後問題を題材に勉強していきます。この問題の舞台は C 社です。 C 社では販売管理システムというシステムを利用しているのですが、ある日利用ができなくなってしまいます。そこで利用者は販売管理システムが利用できないことをシステム部門に報告します。システム部門が調査したところ、販売管理システムを構成する各サーバーが暗号化されてしまっていることが判明します。そこでシステム部門の担当者は外部のセキュリティ会社に連絡をして調査を依頼します。ここでセキュリティ会社の担当である X 氏は電磁的記録の証拠保全、調査及び分析を行うので C 社内のインターネットと広域イーサネットを接続しているネットワークを遮断した後、すべての PC の使用を停止してくださいと要請しています。ここで河川1が出てきています。河川1の調査方法の名称をカタカナ12字以内で答えよという問題です。では皆さん、電磁的記録の証拠保全、調査及び分析、この調査方法の名称をカタカナ12字以内で答えてください。ちなみにこの問題は少し面白い問題だと思うので、しっかり答えを考えてみてくださいね。正解を発表します。正解はデジタルフォレンジックスです。もしかしたらフォレンジックが答えだと思ったけど、文字数が少ないので答えに自信が持てないなと思った方がいるのではないでしょうか。この問題の模範解答はデジタルフォレンジックスです。ちなみにフォレンジックではなくフォレンジックスなので注意してくださいね。 IPA が公開している応用情報技術者試験のシラバスの中にもデジタルフォレンジックスと表記されています。しっかりシラバスに書かれている言葉に合わせて答えられるようにしておきましょう。というわけでここからが今回のテーマ、デジタルフォレンジックスについて勉強していきます。デジタルフォレンジックスについては情報セキュリティマネジメント令和5年公開問題の問3で出題されています。内容を確認しましょう。デジタルフォレンジックスの説明はどれかという問題です。この問題の正解選択肢は、う、情報セキュリティインシデント発生時に法的な証拠となるデータを収集し、保管し、調査、分析すること。これがデジタルフォレンジックスの正しい説明です。皆さん、覚えれましたか？ちょっと一部分隠してみるので、覚えられたかどうかチェックしてみてください。デジタルフォレンジックスとは、情報セキュリティインシデント発生時に、〇〇な証拠となるデータを収集し、〇〇し、調査、分析すること。皆さん、どうでしょうか？〇〇に当てはまる言葉を2箇所考えてみてください。正解はこちらです。情報セキュリティインシデント発生時に、法的な証拠となるデータを収集し、保管し、調査、分析することです。デジタルフォレンジックスでは、法的な証拠となるデータを収集する、ここが特徴的なキーワードですよね。というわけでデジタルフォレンジックスの具体的な事例を一つ紹介したいと思います。2016年に発生した将棋ソフト不正使用疑惑事件というものがデジタルフォレンジックスが注目された有名な事例です。どんな事例だったかというと、あるベテラン棋士が公式戦の対局中に将棋ソフトを不正に使用しているのではないかと疑われた事件です。先に
結果からお伝えすると、疑われたベテラン棋士は将棋ソフトを不正に使用してはいませんでした。しかしそのベテラン棋士は対局中によく離席をしていたことから、スマートフォンあるいはスマートフォンを経由してパソコンを遠隔操作し、コンピューターの将棋ソフトを対局中に使用しているという話が広まったみたいなんですよね。疑われてしまったベテラン棋士は自身が不正をしていないことを証明するために調査を依頼しました。この時の調査は法的な証拠となるデータを収集し調査分析する手法です。皆さんはもうこの手法の名前覚えてくれましたよね。この手法の名前はデジタルフォレンジックスです。このベテラン棋士は自身の潔白を証明するために自分のスマートフォンなどをセキュリティ会社に提出してデジタルフォレンジックスによる調査をしてもらいました。このあたりの詳しい内容は日本将棋連盟が出している調査報告書を見るとたくさん情報が書いているので、興味がある方は見てみてください。デジタルフォレンジックスで調査をした結果、冒頭お伝えしたように不正を行った証拠は見つかりませんでした。その後日本将棋連盟はベテラン棋士に対して謝罪を行い、そのベテラン棋士の名誉が回復されたという事件です。では次にデジタルフォレンジックスは具体的にどんなことをしているのか、その手法を見ていきましょう。参考にするのはこちらの資料、 IPA のサイトで公開されているインシデント対応へのフォレンジック技法の統合に関するガイドという資料です。この資料の中でデジタルフォレンジックスの基本フェーズは大きく4つで構成されていると説明されます。収集、検査、分析、報告です。収集ではデータの完全性を保護する手続きに従いながら関連するデータを識別し、ラベル付けし、記録し、ソースの候補から取得するとあります。ちなみにデータの完全性って何のことだったか皆さん覚えてますか？情報セキュリティでデータの完全性という言葉はよく目にしますよね。データの完全性とは何か皆さん考えてみてください。データの完全性とはデータに矛盾がなく正確に保持されていることを保証する特性ですよね。例えば今回の問題を見てみてください。担当者はデジタルフォレンジックスを行うために被害に遭った C 社のインターネット接続などのネットワークを遮断して全ての PC の使用を停止してくださいと要請しています。これは第三者によって不正にデータが書き換えられたりすることでデータの完全性が損なわれないようにするための手続きです。実際にフォレンジックに関して説明している資料の中でも、インシデント対応中にフォレンジックを行う場合、証拠を保全したりするには関係するシステムを外部の影響から隔離しなければならない場合があるとされています。さらにコンピューターがネットワークに接続されている場合は、コンピューターに接続されているケーブルを取り外すことでリモートユーザーによるコンピューターのデータの変更を防げるともあります。今回セキュリティ担当者がどうしてネットワークを遮断して全ての PC の使用を停止したのか、この資料を見れば理解できますよね。データの完全性を保護するためにこのようなことを行っています。というわけで今回はデジタルフォレンジックスの基本を一緒に勉強しました。最後に今回勉強した内容を振り返りましょう。今回は令和7年度春応用情報技術者試験の午後問題をテーマに一緒に勉強しました。その中で電磁的記録の証拠保全、調査及び分析のことを何というか、カタカナ12字以内で答えよという問題が出題されています。この問題の正解は何でしょうか？正解はデジタルフォレンジックスですよね。フォレンジックではなくデジタルフォレンジックス、しっかり言葉を覚えておきましょう。情報セキュリティマネジメント試験においてデジタルフォレンジックスについて出題されています。デジタルフォレンジックスとは、情報セキュリティインシデント発生時に〇〇な証拠となるデータを収集し〇〇し調査分析することとあります。では〇〇に当てはまる2つの言葉を考えてみてください。正解は情報セキュリティインシデント発生時に法的な証拠となるデータを収集し
保管し、調査、分析することですよね。デジタルフォレンジックスが活躍した事例として、将棋ソフト不正使用疑惑事件を紹介しました。デジタルフォレンジックスは、何か不正をやったことの証明として利用されることが多いのですが、今回紹介した事例では、不正をやっていないことの証明として利用されています。このような事例は身近に感じられる興味深い事例だと思います。デジタルフォレンジックスの基本フェーズについてもご紹介しました。収集、検査、分析、報告ですね。収集において大切なのはデータの完全性を保護することです。完全性とは何かについても質問しましたよね。データの完全性とは何でしょうか？データの完全性とは、データに矛盾がなく正確に保持されていることを保証する特性ですよね。今回の問題の中では、担当者がデジタルフォレンジックスを行うために被害に遭った C 社のインターネット接続などのネットワークを遮断して、さらに全ての PC の使用停止を要請しています。このようにして第三者によって不正にデータが書き換えられることで、データの完全性が損なわれないようにしています。これはちょっと補足なんですけれども、実際には最近パソコンは無線 LAN を使用していることが多いので、ネットワークを遮断するためには無線 LAN の接続を切らなくてはいけません。ケーブルを取り外しても実は無線 LAN と接続していたということはよくあるので、皆様気をつけてくださいね。それでは復習は以上です。皆さん復習バッチリ答えることできましたか？今回は応用情報技術者試験25年の春午後問題問1からデジタルフォレンジックスについて一緒に勉強しました。午後問題が苦手という方が多いと思いますが、デジタルフォレンジックスって将棋ソフト不正使用疑惑事件で使われてたやつだなみたいに関連する豆知識を覚えておくと、午後問題に対する力はぐっと高まると思います。最後にお知らせです。マサルの勉強部では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、 Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。2025年の9月からは秋試験に向けた勉強会ツアーも開催しています。オンラインコミュニティメンバーは無料で招待しているイベントです。一般参加もコンパスから受け付けています。勉強のモチベーションがなかなか上がらないなという方は、ぜひ一緒に勉強しましょう。皆さんのご参加お待ちしています。